そう、日向坂46の竹内きらりさんとすごい仲良くさせていただいてるんです。コメントあったそう、ディズニーランドね、夢の国に行ってきましたすごい終始優しくて、本当に一緒にいるとね、空気がなんだろう、柔らかいんですよはい、すごい癒しの一日をいただきました。可愛かったあ、しずキッスって書いてる人いるそう、ライブ会場でね、何個か見かけるんですよ、そういうボードをね、作ってくださる方を。